世界の起源を示す、旧約聖書の年代記の1ページアッシャーの年表は17世紀のアイルランド、アーマーの司教、ジェームズ・アッシャーが聖書の記述をもとに、天地創造までの時間を計算したもので、天地創造は、紀元前4004年に行われたと結論したもので、ある。アッシャーは1648年頃から、暦についての作品を発表し、 最も有名な著書アナールはエテリス・テスタメンティ、エイプリマムンディ・オリジン・ディダクタイは1650年に出版された。アッシャーは、天気創造は、紀元前4004年の10月22日の夕暮れに行われたとした。同様な算出は、様々な学者が行っており、それぞれ少しずつ異なっている。例えば天気創造の年を、ベーガ・ベネラビリスは、 紀元前3952年とし、スカリゲルは紀元前3949年、後のヨハネス・ケップラーは紀元前3992年、アイザック・ニュートンは紀元前4000年とした。18世紀に聖一説を取るチャールズ・ライエルらの地質学者は地形の生成に必要な年月が聖書の記述から求められた天地創造からの時間と比較して、 非常に長いとして、創造論の立場を取る学者と論争を行った。ありがとうございます。